これがね、村上にチューするとホームラン打つとかね、日本のスター選手の一人なわけで、だから彼も言ったら化け物だよね。素晴らしい選手だなって、村上は本当リスペクト。はい、皆さんこんにちは、上田剛です。今日はですね、はい、村上宗隆選手のチームメイトだけが知る知られざる顔を教えていただきたいなと思いまして、村上選手今21歳ということで、はい、上田さんとは年の差もあると思うんですけど、交流はありましたか？ロッカーも隣だったしね、高卒でもうすぐね、1軍のレギュラー取って一緒にいる時間はすごい長くて、一人もね、青木さんのチームに入って2年間か一緒にやって、ずっと一緒にいましたね。どういう性格の方ですか？基本的にはすごく真面目だし、向上心持ってるんです、めちゃくちゃ。でもね、本当はもうすごい可愛い感じなんだよ。もう試合に入ってる時はさ、もうガッってなってるじゃん、絶対負けねえぞっていうような気持ちがあるけど、やっぱ試合が終わるとね、クマっぽいと可愛い顔してるじゃん。ほっぺたとかもさ、プルプルしててさ、いつもあのほっぺたをこう触ってたもん俺。周りが気持ちよくてさ、俺がね、村上にチューするとホームラン打つとかね、そういうのが一回話題になったりもしたけども、たらヤクルトだけではなく日本のスター選手の一人なわけで、今とかでもね、電話たまにとかしたら、すいませんっつってね、 YouTube 見てますよとかね、僕も YouTube 出してくださいよとかって、ほんと可愛いなって思います。食事とか一緒に行かれたりとか？食事はね、何回か行ったことあるんですけど、村上とね、焼肉に行くとね、通常のね3倍ぐらいのね値段かかります。めちゃめちゃ食うから。村上ってめっちゃ大きいじゃん、脱いだらポチャってしてんのかなっていう雰囲気あるじゃん。じゃないのよ、しっかり筋肉だって、結構ムキムキだから、お腹とかも全然出てないし、締まってるよ体は。すごいそこの辺に関してもね、自分で意識高くしてやってると思う。入っていた時はもうまんじゅうみたいな顔してるわけよ、もう可愛くてしょうがないのよ。で、身体能力すごくて、調べてる時に、まあ、デッドリフト200キロ上げる、ベンチプレス110キロ、うん、右脚力72キロ、うん、左脚力71キロ、1キロ、うん、50メートル6秒1らしい。そう、だから彼も言ったら化け物だよね。大谷選手に近いもん持ってるよね、宗も。で、宗もやっぱ大谷さんが目標ですっていうようなね、本当にその素質を持ってると思うし、もう入ってきた時からなんかスイングとか打球の飛び方とかももう明らかに違った。これは本当すごいなこいつはっていうような感じだった、やっぱり。まあ、でもまだまだ入ってきた時は子供っていうか、村上をなんとかね、一人前の選手にしなきゃいけないっていうところで、やっぱり監督コーチとかね、みんなはもう厳しくやってたよ。でもそれでもあいつは腐ることなく一生懸命練習して、そのコーチの言うことであったり監督の言うことであったり、誰よりも厳しくやられたと思う。村上は野球選手の村上宗隆を見て、ハートの強い、プレッシャーもちろん感じてると思うし、苦しい時とかもあると思うけど、一切そういうのを顔に出さない。年齢にしてもう早くもチームを引っ張っていこうっていう全面出してやってるから、見てては素晴らしい選手だなって思います。でもやっぱね、そうなったのにも結局は近くに青木さんっていう存在が大きいと思ってて、やっぱり青木さんもね、なんとか村上にはこの先ヤクルトを背負ってもらうね、選手としてやってもらわなきゃいけないっていうのもあって、やっぱり当然村上にもね、厳しいことも言うし、愛情を持ってしっかり教えてたしね、それを村上自身もね分かってるから、必死についていってたし、いい先輩についたなっていうところもあるかなって。青木さんもチームの最年長で野手でチームを引っ張っていく姿っていうのを村上は目の前で見てるし、で自分もそういう風にならなきゃいけないなって多分自覚してやってるのだろうから、宗も周りに恵まれてると思うし、ただその中で自分があの年齢でチームの4番を打ってて、ましてやオリンピックも今度選ばれるわけで、自分が打たないとチームが負けてしまうとかっていう責任ももちろんあると思うし、いろんなこうプレッシャーがある中でもああやって結果を出して頑張ってるから、もうそこは俺は年上だけども村上は本当にリスペクトしてるし、これからもっとすごい選手になるだろうなって思います。今シーズン現在ホームラン24本、俺のキスなしで24本でしょ、はい、俺のキスあんま関係なかったねあいつ去年ほんま、すいません打てないっす、キスしてくださいって来た時はマジかこいつって思ったけど本当にキスはしたことあるんですね。口得じゃないよ、ほっぺたにね。もうその逸話が始まったのって本当にキスした時打ったんですか？もう全く打てない時があって、俺が冗談で「宗俺がチューしたら打てるよ」って言ったら「はい、もうお願いします」みたいな感じでやって、うん、チューしたら「本当に打ったの」じゃあ次の日もって言ったら「また打ったの」それが3回ぐらい続いたから、これあるなって、それが始まり。だから本当に青木さんの背中を見て育っていってるよね、ずっといいところをね見て本当見習ってると思う。もちろん自分の実力ももちろんあるけども、先輩のいいところをしっかり見習ってやってるっていうところも今の成績につながってるのかなと思う。
プライベートで言うとね、寝顔とかもすごい可愛いね。まずね、村上はね、洋服がすごい好きなのよ。いつもね、剛さんこのスニーカーどうすかとか、どうすかとかってね、ロス行った時とかも、俺も好きだからファッションが、みんなは観光したいけど、俺と宗はスニーカーショップに行きたいですみたいなね、青下がちょっと困っちゃうみたいな。俺と宗はなんか自由な行動させてもらったんだけど、村上ファンの皆さんはね、スニーカーをねプレゼントしてあげたらね喜びますからね、村上にスニーカーをプレゼントしてあげてください。足のサイズは多分29ぐらい。だから村上もだから結局今すごいけど変わらないっていうね。例えば宗ちょっと YouTube 出てくれよってさ、僕は日本の4番ですよなんてさ言うようなキャラじゃないから、あいつは本当にもう純粋な素直な少年、青年、みんなから好かれる。俺の YouTube にね村上選手が出てくれたらね伸びるよね。まだまだこれからすごい記録を出していく村上宗隆、オリンピックでもね日本でもしかしたら4番を打つかもしれない選手なので、皆さんしっかり応援してあげてください。僕も応援したいと思います。ということで村上宗隆の知られざる顔を紹介しました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。